開運コミュニケーション講師吉原亜美です。今日も見ていただいてありがとうございます。今日は一生懸命話をしているにもかかわらず、お相手に何を言ってるのかわからない、話が伝わりにくいよねみたいなことを言われた経験がある方にやっていただきたいまとめるという作業についてお伝えをしていこうと思います。私の動画では、人と人が信頼関係を結び、関係性が良くなることによって引き起こされる人運を取るための開運コミュニケーションというものをお伝えしていっております。コミュニケーションが苦手な方、婚活中の方、そしてもっとコミュニケーションが上手になって周りの方と楽しい時間を過ごしたいといったような方に見ていただくと、コミュニケーション自体の本質、そしてポイントといったものが分かっていただけるような内容になっております。チャンネル登録の方から再生リストを見ていただいて、開運コミュニケーションチェックしてみてください。基本的に時間に追われ忙しいという状況にあります。そしてその時間に追われている中で、あなたの話を聞いている時、とてもまどろっこしくて長引いたりとか、何を言っているのかわからないような内容だとほとんど聞いてもらえない、または上の空になってしまって、あなたの伝えたい内容が全く伝わらないといったような感じになっていく、そんな傾向にあります。お話はね、長くなれば長引くほど、よほど上級者で、またはアナウンサーさんとかリポーターさんでお話が上手という方でない限り、基本的に人の耳には入りません。私もこれは過去ずっと経験をしてきました。そして YouTube をこうやって取り出してからも、あ、今の話長かったな、今の話分かりにくかったなっていうこと多々ありますが、そんな中一つ一つ自分でも勉強しながら、そして学びながらお伝えをしていっているというような感じになっております。で、人の集中力っていうのはだいたい15秒って言われてるんですね。で、これは過去もお話ししましたが、15秒というと挨拶して名前を言ったぐらいで終わってしまうぐらいのタイムなんです。で、この15秒で相手の意識をこちらに向けたり、興味を持っていただくような会話の振り方をできなかった場合、あなたの話はそこでシャットアウトされると。でもこの15秒で相手が興味を持ち、あなたの話が聞きたい、それでそれでっていう状態になってくれると、その後1時間喋ろうが90分喋ろうが、あなたの話はずっと親身になって聞いてくれるというような感じになっていきます。で、最初の15秒でね、何が言いたいのか結論を伝えておくっていうことをしていただきたいんですね。よくあるパターンが、最初の15秒、ご紹介に預かりました、私株式会社どこどこの吉原亜美と申します。今日は本当に暑くって、なかなかね会場にたどり着くこともできなかったんですが、皆さん体調はいかがでしょうか、暑い中お越しいただいてありがとうございますみたいな感じで15秒挨拶で終わってしまわれる方がいらっしゃいます。ただどんな会であっても、どんなパターンの登壇であったとしても、まず一発目の15秒に結論を持ってくる。相手の方が、え、何それ聞いてみたいとか、へーっていうような内容を持ってこれると、随分相手の耳のほぐれ方というのは変わってきます。なのでもう短くサクッとまとめていただいて、お名前をお伝えしたいんであれば、吉原亜美と申しますだけで通じるんですよね、伝わるんです。ご紹介に預かりましたとか、皆様ご存知かもしれませんがとかいういらない言葉は入れずに、名前は吉原亜美と申します、今日は皆さんがコミュニケーション
大得意になれるようなポイントを2つお伝えしていきますっていうことを言うだけで、あ、コミュニケーションの話を吉原さんという人がポイント2つ話してくれるんだなっていうことが伝わります。この最初の文頭のところに確信を持っていくっていうことをやってみていただきたいんですね。そしてまあ確信っていうことでいくとね、一言で伝えるっていうのがすごく大事になってくるんですが、例えば開運コミュニケーションとは何かっていうものをくどと、人は人との関係性により運気が巡ってくる、そしてその運気には天運、地運、人運といったような3つの種類があって、この人運を引き寄せるのが開運コミュニケーションなんです。そして土台になっているのは目の前の相手が居心地よく安心してお話ができるような環境を創作していくっていうことだと思っています。これはねちょっと長いんです。でみんなもなんかみたいな感じになってくると思うんですけど、開運コミュニケーションとは何かっていうところを考えると、相手が安心して会話できる空間を作るコミュニケーション法っていうだけのことなんです。でそれによって結果ね、人運を引き寄せるんだよ、相手との信頼関係が良くなるんだよっていう話につながっていくので、確信を一言で伝えるなら、開運コミュニケーションとは相手が安心して会話ができる空間を創作するっていうだけのことなんです。これだけでも最初にお伝えした人運がね、地運がね、天運がねとかいう話から比べると随分まとまってると思うんですね。お話の確信をまとめる、とにかく一言でまとめるっていうことを意識してみられるといいと思います。そしてもう一つのポイントは、1分以内を意識していただくっていうところなんです。でこの1分で、例えば先日のお休みの日何をしていて、何をして遊んでいたのかっていうことを聞かれた時に、もうねその雑談から始まり時系列を組み合わせて人の説明をして、思いが入りやった行動が出てきて、そして結果こんなバーベキューをしたんだみたいな話をする人がいます。例えば先週のお休みの時には家族でバーベキューに行ってきたんです。このバーベキュー場が家の近くにあって車で10分ぐらいで行けるとこなんですけど、自然がすごく豊かで川が流れていて、あ、そういえば何も持っていかなくっても手ぶらで行けるバーベキュー場で、駐車場はね結構近くにあってね、だいたい1台1000円ぐらいで止めれるのかな、上限そのぐらいだったと思うんですけど、わからないんでちょっと調べてみてくださいね。それでね、息子が昔からずっとバーベキューがしたいって言ってたので家族引き連れてみんなで行ってきたんですけどね、お肉がすごく美味しく焼けてとってもいいバーベキューになったんです。でこの日すごいお天気が良くってみたいな、もうダラダラといろんな情報を話される方っていらっしゃいます。でこれがね、舞台俳優さんとかお笑いの方とかでも面白おかしくその時の情景が浮かび上がるような楽しい話ができればまだいいんだけど、なかなかね一般人にそんな面白おかしく話すっていうことは難しいんですよ。なので、まあ、簡単に1分以内にまとめていただくっていうことを考えると、家族と近所のバーベキュー広場に行き美味しいお肉を堪能してきましたぐらいで問題ないんです。でそこから、そうなんだ、どこのバーベキュー場に行ったのっていうことを聞かれたら、初めてお家から車で10分ぐらいの距離にあるバーベキュー場でっていう話をすると、そんな感じなんです。1分以内っていうところをね意識していただくと、随分さっくりといらない言葉は省いて、いらない感情とか情景の説明っていうのが抜いていかれるので、端的にまとまって相手には伝わりやすくなっていくという、そんな感じになります。さあ今日はね、お話が伝わりにくいという方にやっていただきたいポイント、まとめるというところを2つお伝えしました。まず1つ目は、まず冒頭に確信を一言でまとめて伝えるということ、2つ目はお話の内容は1分以内にまとめるということでした。この2つができるとね、結構相手には
分かりやすく簡単に話が伝わるようになります。そしてさらに上級コースになっていくと、簡単に伝わったところから話を広げて長時間楽しく会話ができる方法というところにもつながっていきますので、まずは核心を一言でまとめる、そして1分以内で話をまとめるという2つをやってみてください。